この旭川第一発電所は新しく建て替えましたが、発電を停止する期間を短くするためにギリギリまで旧発電所を運転しながら新しい発電所の建設に携わりました。全部の発電所がその色をつけた理由がございます。旭町を象徴するリンゴの赤、リンゴの色、ワインでも有名ですので、そのリンゴの真っ赤な赤とワインレッドの中間色を選んだと。これまでの旧発電所は発電機の出力が9000キロワットだったんですが、このリニューアル工事を行うことによって9300キロワットまで出力を上げることができました。これはわずかではありますが、この日本のエネルギー事情を考えると大きなことだったと思っております。ここで発電した電気は一旦電力会社さんの送電線を通って電力会社さんの変電所に送られます。そこから各家庭の方に電力会社さんの配電線を通して電気が供給されることになります。この水力発電所というのは最も古くから使用してきた自然エネルギーですので、一生懸命再生可能エネルギーを作るわけですから、使う県民の方々も自然エネルギーの恵みの電気だというふうに感じていただいて、大切に使っていただきたいというふうに感じております。